ちょろちょろキュウリを収穫しているチョロ2号です。もう相場はもうこういう状態ですね。19日あたりからですね、ずっと横ばいみたい。はい、まあこのまま行くんでしょうね。はい、ってことですね。私の方の売り上げもですね、こんな感じになってますんで、はい、ピロピロピロってことですね。はい、あとこれちょっと気になったんですけど、キルパーの使用方法で、ここ初めての方は、初めて使用される方は園芸指導課農業指導センターへ ご相談くださいってありますんで、ちょっと今日あたり電話してみようと思いますね。明日朝ですね、午前中にキルパー流し込む予定ですんで、はい。ってことでですね、あとは変わらずなんですが、今日まあ最後ですね、長箱出すのも最後、あっちの方にですね、あっちが抑制なんですけど、あそこに12箱あります。そのうち半分が6が私でしたね。昨日天気悪かったんで、やっぱり天気悪くて寒いと減りますね。でここがですね、越冬ですね。はい、ということでこんな感じになってますね。あとは春菊出てますね、うん、それとイチゴ、それからチヂミ、ほうれん草ですね、はい、あとは、はい、こちらですね、はい、ということで、随分寂しくなってもありましたが、なんとか予定通りにですね、切れてますんで、でこれがあと来年ですね、2017年平成29年の成果物出荷休日表、はい、もう出て、私もこれゲットしてますんで、こんな感じですね、はい、でここ7日にですね、 J オーラ館林ですね、初に祝賀式ですね、初に祝賀式やりますんで、ここ僕参加したいと思いますんで、はい、なんかいろいろご馳走してもらうとするんで、はい、豚汁とかですね、はい、蕎麦とかありますんで、はい、今年からですね、初めて参加したんですけど、まあ良かったんで来年も出たいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ皆さんもですね、本日この辺は天気が悪くてですね、今も雨が降ったり止んだりなんですけど、頑張っていきましょう。はい、ということで最初はピーヨピーヨ、あっち向いて右、じゃ、はい、ということですね。皆さんがハッピーでいられるようにちょってますんで、頑張っていきましょう。はい、こんな感じです。じゃあ。